はい、こんにちは、グリードです。コールオブデューティーモダンオフェア3のキャンペーンゲームプレイが公開されたので、ちょっと一緒に見ていきましょう。 COD のキャンペーンの歴史はまあ20年あるわけなんですけど、この20年目にしてなんかね、完全に新しいキャンペーンになりそうな雰囲気があります。あ、今言ってますね、オープンコンバットミッション。今作のこのキャンペーンはもうプレイヤー側がそのゲームのクリアの仕方を自由に選べるっていうところで、まあ今までの COD のキャンペーンってまあわりかしこう一本道で、ゲームのクリア方法っていうのはもうあらかじめ決まったものしかできなかったんだけど、オープンコンバットミッションはまあ視聴者プレイヤー側が好きなようにゲームプレイができる、まあ、ステルスしたりとか、違うルートから行ったりとか、なんか車使ったりとか。いや、キャンペーンがね結構ウォーゾンチックになってましたね。アーマープレートがあったりとか、あとそう今みたいに箱を出したらこれですよね。バギーに C4 をつけて、ね、爆破させたりとか、なんか、ね、なんか似たような FPS で伝統的な技だったような気がしますが、キャンペーンもよりこう映画チックな展開も多いらしくて非常に楽しみですね。で、ここスライディングしてるんですけど、ね、スライディングキャンセルが復活するとはね、発表されてましたが、まあ今見た感じ、その、基本的なやっぱエンジン、ゲームエンジンはモダンオフェア2のままですよね、多分。でそこにスライディングキャンセルが、まあ、追加されてるような状態なので、まあいいバランスになるんじゃないかなと、スライディングに関しては。正直あの2019のスライディングはあまりに強すぎたので、いいバランスのねスライディングだったら嬉しいですね。さあ、ここから、キャンペーンのゲームプレイ映像9分間になりますね。ね、相変わらずグラフィックがもう実写です。めちゃくちゃ綺麗です。いつも恒例なんだけど、このコールオブデューティーのこのゲームプレイの発表時だったり最初のステージっていうのは大体暗かったり雨が降ってたりするんですよ。まあこれはね、理由があるのかどうかちょっとわからないんですけど、僕の予想的にはやっぱこう新作発表する上でやっぱグラフィックの凄さっていうのをこうアピールしたいと思うので、なんかこう雨に濡れてたりとか、あとちょっと暗かったりするとよりこう綺麗なグラフィックをアピールできるのかなと思うので、まあそういう理由があるんじゃないかなと思います。どうなんだろうね。いやー、やっぱりね、最近こう実銃の動画ばっか見てて、YouTube のおすすめがね、こう米軍の訓練風景とかね、なんか、こういうガチなものばっかになってきちゃって。あ、これは、モダンスウェイで初登場かな。こうマルチでも使えるのかわかりませんが、フックですね。壁に引っ掛けて、登ることができる。これマルチプレイヤーっていうか、もうウォーゾーンでもしかしたら追加されたら面白いかな、これ。やっぱり雨が降っております。濡れてるこの描写まあすごく綺麗ですけど、あ、何か監獄ですね。ナイトビジョンオンライン、そして今使ってる武器、これがね新武器らしいです。読み方が合ってるのか分かりませんが、ドレクラー556、まあ、CZ805 ブレンですかね。ゴーストでも出てたあの SA805 と同じ武器っぽいらしいですけど、どうなんですかね、ちょっと詳しい人お願いします。いやー、モダン3でねさらに武器が増えるらしいからね、楽しみっすねこれ銃ね、あんまり興味ない人からしたら全部似たような武器じゃねえかって思っちゃうかもしれないけど、ね、全部違うんすよ一個一個。さっき言った通り、あのモダン3のゲームエンジンは、モダン2とウォーゾーン2と多分同じだと思います。でそこにスライディングキャンセルとか、あと ADS と、腰打ちの中間の動作が追加されたりとか、まあ細かいアップデートは加えられたような感じですかね。まあ、これに関してはすごく、ね、操作感がまた変わらないと思うので、そこはいいと思います。ここ近年の BOCW とかバンガードみたいになんか似てるけど若干操作感というかスライディングの挙動が違ったりみたいな、まあそういう戸惑いはなさそうなので、しばらくこのエンジンでね僕は行ってほしいなとなんかウォーゾーンやるときだけさ、なんかまた感覚を昔に戻さないといけないみたいな、なんかそういうのってすごくややこしいですからね。さあ
何やら爆破をさせて、このスコープも今あるのかな、あったっけこのスコープ、ハイブリッドスコープ。いやかっこいいっすね。最近モダン2のガンスミスはね、こう YouTube でアメリカ軍のさ訓練動画とか見て、その彼らが使ってるカスタマイズをね再現したりして遊んでます。で子供みたいなことしてますね。これスコーピオンですね。前もあった SMG のスコーピオンだと思います。ハッチ開けて、なぜか当たらない敵の弾。ああ真っ暗です。あのテストプレイ、あれさっきナイトビジョン使ってなかったっけさあやっぱ監獄っぽいですね。これはあれだ、ライトを消したんだ、編入のためにライト消して、ナイトビジョンこっちつけて一方的に撃つと。レーザーサイトはこれは敵からは見えてないんだろうか。ちなみに今回のキャンペーンモードはもうその1週間早くアーリーアクセスでキャンペーンだけプレイできるみたいですね。でその1週間後にマルチプレイヤーだったりゾンビだったりが、まあ、発売という感じ。これまあ非常に嬉しいよね。前作もそうだったけど、やっぱりこうマルチとキャンペーン同時に出ちゃうとさ、あんまキャンペーン後の回しにしちゃってあんまプレイしないとかあるからね。このマガジンの種類とかももっと変えられるのかな。なんかガンスミスもより細かくねカスタマイズできるらしいので、最近こうシグの MCX だっけ、あの AR、 まあゲーム内だと M13B とか M13C なんだけど、あの武器のこう垂直マガジンがゲーム内でも使えたらなって思うんですけど、今こうカーブ状のマガジンしかないから、モダン3でその垂直マガジンが追加されたら非常に嬉しいですね。あ、最後に何か扉を爆破して、あの向こう側にいるのはやつなんでしょうかっていう感じですね。オープンベータは10月の6日からスタートで、10月の5日にまたCOD NEXT っていうね、去年もやった大きな、マルチプレイヤーの発表イベントもやるっぽいですね。キャンペーンの自由度が上がるのはかなり面白そうだね。なんか今までは基本的に一本道だったから、なんかこう周回するとかもう一回やるってことが少なかったんだけど、まあこれだけ自由度があれば何回もプレイしたりもできるかな。あとオープンワールドね、あオープンワールドゾンビ、まさかのモダン系で初のゾンビ、しかもオープンワールド、これもめっちゃ楽しみ。これからその DMZ とか、ね、そっちはどうなっていくんだろうね。本作はそのインフィニティワードだけじゃなくてスレッチハンマーだったりトライアーチだったりで、他レイブンソフトウェアとか、本当に今まで COD 関わってきた会社がみんな関わってる作品、合作作品になってて、でこれはね、あんまりちょっと悲しいニュースなんだけど、その今まで BO シリーズを作ってたトップの方がね、トライアーチとアクティビジョンを退社してしまったので、なんかよりこうブラックオプスシリーズに関してはちょっと雲行き怪しいというか、出るのかなっていう感じにはなってきました。ここ近年 BO4 だったり BOCW だったりはね、モダンオフェア系とかウォーゾーンと比べると売り上げが多分あんまり良くなかったので、まあ仕方のない感じなのかなっていうね、どうなるのか。これはね、僕個人の話なんですけど、これ今年やるゲームの話、僕はねアーマードコアと、スターフィールドをちょっとやる予定で、アーマードコアは完全にそのシリーズ初プレイなんですけどね、まあロボも好きだしアクションも好きだし、まあちょっと興味があるので、これはちょっと YouTube でやり配信でねやろうかなと思います。で9月入ったらね、マイクロソフトのスターフィールドっていうね、ベセスダの、超大作 RPG が出るんですけど、もう多分これはね10年ぐらい遊べるんじゃないかなというような作品で、まあ、宇宙のオープンワールドなんですけど、まあ、これもがっつりやると思います。なので本当に今年は楽しみなゲームが非常に多いですね。それでモダン3も出るし、
去年はねあんまり動画配信とかもできなかったので、ちょっと今年は増やしていこうかなと思います。じゃあそれでは、今日の動画良かったらチャンネル登録高評価お願いします。ではバイバイ。